ゴル航空1907便墜落事故。ゴル航空1907便墜落事故。ゴールトランズポーテスエレイスフライト1907とは2006年9月29日にブラジルで発生した航空事故、空中衝突事故である。同国の国内線として運航されていたボーイング737から800とエンブラエルレガシー600がブラジル内陸部で 空中衝突を起こした。エンブライル機は墜落を免れたが、ボーイング737型機は左翼を大きく、損傷式体制御を失ったまま空中分解して墜落し、乗員乗客154名全員が死亡した。この事故はボーイング 737NG シリーズ初の全損事故となった。機長は、ゴルコ空でボーイング737の 飛行教官を務め、飛行時間はボーイング737型機で13,521時間、総飛行時間は15,498時間であった。副操縦士はボーイング737型機で3,081時間、総飛行時間は3,981時間であった。乗客はドイツ人とポルトガル人が、各一人いた他はすべて、ブラジル人であった。 1907便として使用されていた機体は、この事故の18日前の9月12日に引き渡された新造機で引き渡しから234時間後の事故であった。当該エンブライルレガシー600機は、サンパウロにあるエンブライルの工場からの受領飛行を行っており、所属はアメリカ合衆国のエクセルエアである。機長は20年以上商業パイロットをしており、 総飛行時間は9388時間であったが、レガシー600の飛行時間は5.5時間だった。副操縦士は10年間商業パイロットをしており、エンブラエル機の機長として飛んだ371時間を含むと6400時間を超える総飛行時間を持っていた。二人ともアメリカン航空及びアメリカンイーグル航空に勤めており、 創発ジェット機の操縦経験は、豊富だった。乗客は5人で、エクセルエアの幹部2人、エンブライルの従業員2人と、ニューヨークタイムズの記者、ジョー・シャーキーであった。2006年9月29日、ゴル航空船9 0 7便、以下ゴル機と表記は、アマゾン川流域にあるマナウスのエドワルド・ゴメス、国際空港から、首都ブラジリアのプレジデント・ジュセリの首絞気国際港を、 経由し、リオデジャネイロのアントニオ・カルロス・ジョビン国際空港に向かう予定であった。1907便は、乗員乗客154人を乗せて現地時間の午後2時36分に離陸し、ATC に従って巡航高度であるを飛行していた。一方、エンブライル・レガシー600、以下エンブライル機は、乗員2人と乗客5人の計7人を乗せて、 エデュアルド・ゴメス国際空港に向かっていた。エンブライル機は、その後、ブラジルを出て、アメリカに向かう予定だった。エンブライル機は、フライトプランに従って、高度3万7000フィートまで上場し、ATG と通信を行っていた。しかし、なかなか通信ができず、周波数を変えて何度もコールして、ようやく通信に成功した。しかし、 周波数を変更してほしいという通信の途中から音質が悪くなり、肝心の周波数の部分が聞き取れなかった。通信を担当していた、副操縦士は聞き返したが、応答はなかった。その後エンブラエル機は高度を変更することもなく、同高度で飛行を続けた。BRT、ブラジリア時間5時ごろ、2機は、ブラジリアとマナウスの中間付近の高度37000フィート、 一万千メートルでエンブラエル機のウィングレットがゴルキ左翼を半分に切断するようにして空中衝突した。エンブラエル機の損傷はウィングレットと尾翼のみで軽微なものだったが、ゴルキは左翼の半分近くを失って切り揉み状態で急降下を始めた。パイロットは必死に機体制御を取り戻そうとしたが設計限界を大きく超える力が加わったことにより、 高度100メートル付近で、空中分解し、し密林に墜落した。エンブラエル機は衝突の瞬間に自動操縦が解除され、ウィングレットと左水平尾翼を損傷した。レガシー600の経験が豊富な副操縦士が操縦を受け持ち、機長は通信を行った。しかしなぜか通信ができず、付近を飛んでいたポーライアカーゴ71便。 ボーイング747貨物便に通信を中継してもらった。その後、衝突地点から約160キロ離れたセラドカチンボにあるブラジル空軍基地に緊急着陸を行った。着陸の際は主翼を破損させないように着陸直前にフラップを少しだけ下げ着陸と同時にフルブレーキをかけ何とか停止した。緊急着陸後、乗員はすぐに ブラジル空軍とアンク、ブラジルの国立民間航空機関のメンバーに交流され、事情聴取を受けた。また二つのブラックボックスも回収され、カナダのオタワにある TSB の研究所に送られた。事故当初、ATC のレーダー上では、エンブライル機が不規則に上昇加工しながら、飛んでいるように記録されていたため、パイロットが新しい機体を自由気ままに操縦していたため、 本来の高度を外れ空中衝突したという報道がされた。しかしパイロットはフライトプラン通りに37000万7フィートを飛んでいたと証言、ブラックボックスにも37000万7フィートを飛んでいたことが記録されていた。また本来作動するはずの空中衝突防止装置 TCS が衝突前に一切警報を発していなかった。またフライトデータレコーダーの記録からトランスポンダが 止まっていたことが判明。これにより、TCS が停止していたことと、管制等は、トランスポンダの情報を参照する二次レーダーではな、旧型の一次レーダーで補足していたため正確な、高度を補足できていなかったことが分かった。2006年10月2日、エンブラエルキノ機長と副操縦士は、司法裁判所で裁判を受けた。裁判の中で、パイロットエラーの可能性が否定できなかったため、 パスポートは調査保留中、同年12月5日までの予想2ヶ月間取り消され、二人は過失致死容疑をかけられ交流生活が続いた。その後の裁判において、パイロットはトランスポンダをオンにしなかった理由を説明した。裁判の後、調査のためブラジルの当局が呼び出した際はブラジルに戻ることを約束する文書に署名して、彼らは米国に帰国した。 ブラジル空軍は墜落現場に5機の固定翼機と3機のヘリコプターと200人の調査隊を派遣した。また現場の森に精通したカヤッポ族の人々による事故現場への道案内も受けた。最初は5人の生存者が見つかったという情報が出たが、その後誤報だったことが判明した。ブラジルの大統領であるルイス・イナシオル・ウラダ・シルバ、当時は国民は3日間もに服すことを宣言した。 事故現場の残骸からフライトデータレコーダーとコックピットボイスレコーダーが回収されデータ解析のためにカナダ運輸安全委員会に送られた回収されたフライトデータレコーダーは正常だったがボイスレコーダーのメモリモジュールは衝撃で外れておりデータの復元ができなかったブラジル空軍は金属探知機を用いて約200人体制で捜索を行い 約4週間後にメモリモジュールが発見された。モジュールは大きな損傷もなく、他の残骸から離れた位置で土の中に、約20センチメートル前また状態で発見された。メモリモジュールはカナダ運輸安全委員会に送られ、解析調査が行われた。10月4日、遺体輸送用のデハビランドカナダ DHC-5、バッファローが到着し、ブラジリアに向けて、 遺体の搬送が始まった。回収チームは、草木をいしぎるジャングルの中での7週間にもわたる、捜索の末に、全員の遺体を回収し、2006年11月22日までには、DNA 型鑑定により、すべての犠牲者の身元が特定された。その後、ブラジル空軍のセネパー、航空事故調査予防センターと、NTSB、国家運輸安全委員会が、 原因調査を行った。また NTSB は ICAO 付属書13の規定に基づき、アビオニクスの調査を担当した。ブラックボックスと通信記録が得られた後、調査官はなぜ TCS など最新の安全装置を備えた2機の現代機が空中衝突という最悪のシナリオに至ったかを調べ始めた。まず、エンブライル機のパイロットと、 航空管制官にインタビューをしながら飛行経路の確認を行った。エンブライル機が提出したフライトプランは、まず高度 FL370 に上昇し、ブラジリア VOR を過ぎて航空実6に入るところで FL360 に降下し、その先のテリーズで FL380 まで上昇し、ネイバルに向かうことになっていた。 現地時間15時51分、エンブラエル機のパイロットは120.05メガヘルツで、ブラジリアセンターと更新を行った。N600XL、ブラジリア、ノーベンバー 600X レイリマ、レベル、フライトレベル370、グッドアフタヌーン。ブラジリアセンター、こちらは、N600XL、コードは、フライトレベル370で飛行中です。 こんにちは。ATC November 600X レイリマ、スッカックアイダント、レーダーサーベイランス。N600XL トランスポンダをアイダントモードに設定願います。レーダーで補足しています。N600XL ラジャー、了解。これが衝突前のブラジリアセンターとの最後の更新となった。エンブライル機は、 センターと通信した4分後に、ブラジリア VOR を通過したにもかかわらず、降下しなかった。管制官は気がつかず、またパイロットも FL の変更を要求しなかった。ブラジリア VOR を過ぎて7分後の16時2分に、レーダー上のコード表示が、トランスポンダの応答がない場合の表示に切り替わり、レーダー上には、現在の飛行コードである、FL370 ではなく、 予定コード、この場合は FL360 が表示された。しかし管制官はこのことに気がつかず何も言及しなかった。16時24分になってセンターはエンブライル機を呼び出したが応答がなく8分間に7回呼び出したが応答はなかった。この時点でレーダーの機影が断続的となり16時38分にレーダーから完全に消えた。 その10分後にエンブライル機のパイロットがブラジリアセンターを呼び始め12回繰り返したが応答はなかった。16時53分39秒にわずかにつながったのでセンターは 123.32MHz または 126.245MHz で更新するよう求めたがこの時雑音が混じり始め肝心な周波数の部分が聞き取れなかった。 エンブラエル機のパイロットは、さらに7回センターを呼んで、通信周波数の確認を求めたが、通信状態は依然として悪いままで、7回目の呼び出しの後に衝突した。エンブラエル機は激突した後に通信をしようとしたが、通じなかった。そのため付近を飛んでいたポーラやカーゴに、中継してもらい、緊急着陸の旨を伝えた。1907便の通信は至って普通であった。 実際はエンブライル機が同コードを飛んでいたが、レーダー上には予定コードである FL360 と表示されていたため、警告はされなかった。2007年5月2日、NTSB は中間報告書と共に安全勧告書を発行した。NTSB はトランスポンダが停止されても警報が鳴らず、 小さく白い文字で表示されるだけのエンブライルのアビオニクスの説に問題があると指摘した。事故から2年以上経った2008年12月10日、セネパは最終報告書を発行した。また NTSB はセネパのレポートを受けて独自の報告書を発行した。セネパと NTSB のレポートには違いがあり、セネパの報告書は、両機のパイロットは、 適切に行動したが、完成ミスにより、衝突コース上にいたと結論付けたのに対し、NTSB は、ATC システム及びエンブライル機のパイロットによって、衝突は引き起こされたと強調した。また NTSB は、エンブライル機のパイロットと ATC のコミュニケーションに、問題があっと結論付けた。この事故により、ブラジルの民間航空のインフラに対する、 安全性の懸念が大きくなり始めた。ブラジルは軍が航空管制を行っている上に機材も古くパイロットの負担も大きかった。また報告書では管制ミスが焦点にされていたが、それにより管制官のストレスが増加し、労働関係が悪化した。この事故を受け、管制官たちは現場の過剰な負荷を訴えるため残業の徹底拒否、一人当たりの 同時担当航空機数を国際ルールの14機までと、するといった、いわゆる、巡報闘争が繰り広げられた。その結果、大規模なハンガーストライキによるフライトの遅れやキャンセル、国防大臣の辞任騒動にまで発展した。2011年5月16日、ムリロメンデス連邦判事は、エンブラエル機のパイロット二人に対して、懲役4年4ヶ月の判決を言い渡した。 また当時管制業務を行っていた管制官4人も起訴された。またトランスポンダの製造元であるハネウェルと遺族の訴訟も行われたが、トランスポンダは正常に動いていたとされた。番組内では事故原因として以下の見解を示している。事故の発端はエンブラエル機の通信システムの不具合としている。この不具合への対応の際に、 新型機の軽機操作に不慣れな操縦士が当人の気がつかないうちにトランスポンダを停止させた。また、エンブラエル機の軽機レイアウトがトランスポンダの誤操作を誘発しやすい位置にあったことと他の機能と連動していなかったために誤操作に気がつきがたい仕様となっていた。その上、通信トラブルを抱えていたために外部からミスを知ることができず、たとえ通信できたとしても 当地の管制を担当していたブラジル空軍の連度が低く、管制システムが高度を自動更新するよそでは、採用していない独自なシステムだったことも災いし、トランスポンダ停止の警告に気づかない、管制官はそのままの高度を飛行するよう指示した。エンブライル機とゴル機が同じ高度で飛行する形となった結果、両機は空中衝突し、損傷が 翼端のウィングレットだけで済んだエンブラエル機は緊急着陸できたものの主翼の大部分を損傷したゴル機は墜落したただし番組内では実際に操縦士がトランスポンダ誤操作等を行ったかどうかについては不明としている楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください